待ってる待ってる待ってる大丈夫よし今回我々オカルト研究会が、来ましたのはこの自殺者が多いと名高い閉院した閉鎖したハイホテルであります。噛みすぎるさあじゃあまああれなんですね行きましょうか行こう行こう気をつけてね。あ、入り口見えてきましたよ。おーうわーすごーい。うわうわ結構やばくない？うわ、暗い。ちょっとなんかひんやりした風を感じますね。うわぁ、すごい。ちょっとやめてよ。ちょっと私もびっくりしたわ。何それ、そのドア。わかんねえ。あ、開いた開いた。何何うわぁ、何何何何何何何もないよ。はぁ、繋がってるだけだ。もう、本当にそうなの、繋がってるだけ。止まって、え？はじめはどこだ？いた。なんだそれ。何それ？何それ？わかんない、なんか押して。箱。拡大。ん？汚くない？汚い。なんだろうね。開けてみなよ。え？これ？開ける？うん。そうだね。え？え？おお。何これ？これダイヤじゃね？ダイヤ。ええ。はい。しかも結構綺麗じゃん、なんか。あ、そんなとこ落ちてるんだよ。すいません、これもらっちゃっていいですか？誰に聞いてんの？いいです。あ、いいだ。自分で言ったよ。よいしょ。大丈夫かよ、持ってっちゃって。それ持って帰るの？なに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 嘘ここで前からさ、指輪欲しいって言ってたよな。ロマンチック。こんな廃墟でいただいちゃいましたよくやったじゃん。でもいいんじゃない、そろそろ本当に結婚しちゃえば。本当にちょっと冗談きつくない？拡大拡大拡大。あれちょっと待って、どうした？え、なんかちょっとカメラおかしい。壊した？大丈夫？お前マジで？あれ大丈夫じゃん。なった。全然なんもなったじゃん。なったなった。いや本当にさっきおかしかった。乗ってねえよ。仕掛けた。だから覚悟しろって言ったじゃん。マジ危ないんだって。やったね。むしろ絶対こいつ地元のとこいつの絶対俺じゃねえよ。あれは絶対初めだね。学ぶだろむしろ。なおうち。学ぶか。松尾じいちゃん。久しぶり。よく来たな。そう。一度入れ。お世話になります。お世話になります。どうぞどうぞ。ここが女部屋ね。あーいい感じ。幼稚園までここ俺の部屋だった。へえ、そうなんだ。いやでも言っちゃ悪いんだけど、めっちゃオカルトスポットだからねこの地域。そういうの早く言ってもらわないと。でも呪われた村出身ってなんかかっこいいよな。かっこいいよな。はじめ言い過ぎだから。いいよ本当元だから。あ、明日もっと山奥の廃校とか行ってみる。行く。オカルト好きだよね。あ、アサミ、それって戦利品。あとで写メ撮らせて。オカルト版アップする？今日の分はもうアップしちゃったよ。あ、なんていうか、それでさ、夕飯までどうする？あ、自殺スポットの滝とかあるけど。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。あと殺人事件の井戸もあるよ。へぇー。オカルトスポットばっかじゃんこの辺。じゃあそこ行こう。ほら、はじめ運転してよ。いや、それは人塚荒いだろ。もういいじゃん、運転して。その辺、睨んでくれ。はい。
トンは廊下の物置にあるかんな。ありがとうございます。押し入れ絶対に開けんでくれ。確かに初めはずっとここにいたよ。ほらなら誰よ、松尾じいちゃんなわけないんだからさ。それある意味怖い。今頃老人会の温泉楽しんでるよ。あ、もしかしたら近所の人が騒がしいから様子を見に来たのかもな。それよりさ、少し酒飲もうぜ。俺は向こうに持ってきてんだよ。あ、松尾じいちゃんがつけた梅酒もあるよ。あ、じゃあさ、男部屋で飲みながら寝ますか。よし、行くぞ。よし、甘い男部屋にさ、布団持ってきてよ。布団？ああ、確か廊下の物置だっけ。
し入れ何があるんだよ。いいから早く。何これ開けりゃいいの？うん、あれこれマナブのカメラじゃん。なんでこんなとこに。そうで何この箱。これ開けてみて。これちょっとこれ、うん、おお死体とかだと思った。まあでもまあこれはこれで怖いな。あーっていうかさ、それちょっと見てみようぜ。そうだね。はじめこれ何やってんの？知らねえ。おい、タミはどうした？寒い。タミ、おお。ちょっと何やってんのはじめ。おお。止めろよな、本当に。適当なことをしてな。ファラオはでき、違う。ファラ、違う。ねえ、ちょっとドア開けっぱなしだし。あ、ごめん。ピラミッドの、お前ら、わかんないか。え？ん？どうしたの？いや、お前、これ誰が撮ってんだよ。はい、はい、おでございます。違う、お前ら知らんのか。知らない、知らない。え、大きい石使います。一瞬だ。松尾じいちゃんには連絡つかないけど、とりあえず俺らも病院行くか。はじめ、なんか言ってた？あさみ、もう指はダメかもって。そんな。なんか気が狂ったように暴れてるらしい。何かに取り憑かれたみたいに。もしかして。この人形、これずっとうちにある日本人形。私夜中この赤い着物を着た女見たのよ。これが何か関係あるに違いないわ。まさかこれにたたられてるっていうのかよ。アサミが戻るのか。きっと。もしもし、はじめ、どうした？アサミが死んだ？
さん、人形は燃やしたのに。え？私とんでもない間違いしたかも。ここで？前からさ、指輪欲しいって言ってたよな。ロマンチック、こんな廃墟でいただいちゃいました。よくやったじゃん。でもいいんじゃない、そろそろ本当に結婚しちゃえば。本当に？ちょっと冗談きつくない？拡大。あれ、ちょっと待って。じゃああれは？守ってくれていた。あの時もっと早く気づいていれば、後から松尾じいちゃんに聞いた話では、あの日本人形は守り神で、うっかり連れてきてしまった悪霊の存在を必死に伝えようとして守ってくれていたらしいのですが、それは私が訪問販売の仕事をしていた時の出来事です。今思えば、怪しげな商品をあの手この手で売りつける詐欺まがいの仕事でしたが、それはさておき、これはある家を訪問した時の話です。いきなりのアポなし訪問、しかもセールスということで門前払いも珍しくないのですが、その家は違いました。はい、どうぞ。上がりになって、狭いところでごめんなさい。いえ、そんなお邪魔します。邪魔なんかじゃないわよ。さあ、どうぞ。その家はどこか不思議でした。シンプルというか殺風景すぎる室内はどこか落ち着きません。どうぞ。ありがとうございます。どうぞ。昆布茶なんて最近の若い人の口に合うかわからないけど、どうぞ召し上がって。どうぞ。美味しいです。嬉しい、よかった。そうそう、紅茶キノコご存知かしら。昔流行ったのよ、ヨーロッパではね。紅茶キノコのことを昆布茶って言うんですって。おかしいわね、不思議ね。
その月のノルマが厳しかった私は、どこかおかしいと思いながらも商品の説明を始めました。こちらのブレスレットなどは幸運を呼び込む石が埋め込まれている特注品です。デザインもイタリアの若手アーティストが手掛けていまして、いかがでしょうか。いかがでしょうか。お気に召しませんか。男性用もございますので、ぜひご主人様にでも。お子様にもお似合いかと。一人暮らしなのよね、私。生まれてこの方ずっと一人。ごめんなさいね。あなたはいいわね。若くて綺麗で、お話も上手で。いえ、そんな。ごめんなさいね、うるさくて。今はこんなおばさんだけど、私もあなたくらいの年の時にはね。昔に帰りたいわ。若い時は何でもできたのに、今はもうダメ。え？お手洗いお借りしてもよろしいですか。どうぞどうぞ。ありがとうございます。会社の先輩からおかしなおばさんがいる一軒家の噂を聞いたことがあったのですが、まさか実際にそんな家を訪問してしまうとは思ってもいませんでした。
その楽しそうな家族写真に彼女の姿はありませんでした。一体彼女は誰なのでしょうか。本当に彼女はこの家の住人なのでしょうか。晩ご飯食べて行かれますよね。いえ、会社の方に戻らなければならない用事ができまして。申し訳ありませんけど。あら残念ね。先ほどの幸せを呼ぶあれいただこうかしら。おいくらでしたっけ。な、75,000円です。あらお高いのね。そんなに私お金持ってないわ。あ、泊まっていかれるでしょ。ね、疲れたでしょ。お布団しかかね、ね。待っててね。動いちゃダメよ。知らない人の家に行くのが怖くなった私は、その後すぐ訪問販売の仕事を辞めました。あの家で何が起きていたのか、なぜ私があんな目に遭ったのか、それは今でも分かりません。